親子で来た子供とかが今、はい、帰りたいんですどうもナイツ花輪の自由時間です。哲夫さんが笑い飯の哲夫さんと一緒に、はい、今日はやらせていただきます。よろしくお願いします。ちょっと新しい企画で交番を考えようみたいな。ああなるほど、はい、寄席の交番。そう、交番ってなんか一般の人あんま分かんないかもしれないですけど、順番ですよね。はいはいはい。だから哲夫さんが考えるドリーム寄席みたいな、ドリームライブみたいなのを、はいはい、ちょっとこうやっていく企画にしようかなと思っていまして、いやー、はい、贅沢な企画ですね。そうなんですよ。まあ、あの名前をね、はい、こういっぱい出していただくんですけども、10組ぐらいにしようかな。なるほど。と思ってます。もし哲夫さんが主催でやるとしたら、はい、うん、誰がトップバッターで、で途中誰が出て鳥は誰なのかみたいな、はい、とこをちょっと今日一緒に聞かせていただきたいなと。うわ、そうですか。NGK やったらこう新喜劇みたいなのあったりするんですよ。はい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 、はい、で漫才劇場とかやったらミニ新喜劇っていうのがあったりするんですよ。あ、ほうほうほう。この新喜劇1本をその交番に、はい、まあ、入れさせてくれとは言いませんので、はい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 、ミニ新喜劇は入れてもいいですか。あかんのかな。いやいや、全然いいです。その理由をちゃんと教えていただきたいですけど、あ、本当ですか、はい、あの15分ぐらいのミニ新喜劇やったら大丈夫ですか。もう自分の好きな興行をね、興行師として、プロデューサーとして決めていただきたいなと思います。まずトップバッターだと、トップバッターですね、ですね。これ師匠の方とかでも全然、あ、もうもちろん亡くなった人でもいいし、方でもいいですか。師匠でもいいし、もう僕が聞いたことない知らない若手でも全然いいですけども、はい、そうですか、ええ、じゃあのトップバッターですね、はい、PKB、 出塁率高いですかね。いや、どうですか。そうなんです。前説とかでね、大きい番組の、まあ、大舞台に呼ばれて、日本の前説やってます。多分 THEW も BKB やってるんですよ。トップバッターってすごい盛り上げが大事だと思うんで、で僕個人的にもめちゃめちゃ好きなんですよ。泣き笑いしたことあるんですよ。誰でもそんなもんがあるよって認めてへんのに、うん、それをお客さん巻き込んでやらすじゃないですか。うん、確かに BKB とかやれ言ってブンブンとかやらすじゃないですか。なるほど。あのね、なんかゴリ押しがハマったらもう泣いてまうんですよ。じゃあもう前説も込みで、込みで、はい、トップバッターとして意外に最適なんじゃないかと、はい、意外とピンやけどもすごい盛り上げるんちゃうかな。いや俺なんか普通はというか、それこそ僕らとか、はい、トレンディエンジェルとか、はいはいはい、よくネタ番組のトップバッターだと大体そういうところじゃないですか、まあ、漫才っていう感じ、ね、漫才の元気。 BKB って、はい、意外でしたね。意外、僕、はい、2番目だったですよね。2番目でどこかな。やっぱり野球でも今2番最強説に、あ、なるほど、実は言われているんですよ。はい、鈴木誠也今2番ですからね、カブスで。あ、そうですか。そうなんですよ。じゃあ2番ナイツさん。あ、いやいや、うん、自分でなんか恥ずかしいですね、はい、振っといてBKB の後ですか。いや、BKB だからもうコントも漫才もめちゃくちゃなんですね。そうです ね、もうちょっといろいろ入れたいな。 あんまり出たことないかもしれないです、2番で。ああそうですか、はい、なんか BKB のそのなんか盛り上げみたいな、ネタか何かようわからんみたいな時に一気になんかギュッとネタっていうのをね、なんか見せたいなと思います。いいですね、2番。ちょっとこう本当は後半出て前のコンビがやったやつをいじったりしたいのもありますけど、ただそういう場合はまたちょっと変わりますね。変わりますんで、2番手となれば2番のネタすぐブンブンやってる場合ちゃうし。なるほど。3番は何ですかね。いや、ここですよね。 BKB ナイツ、はい、僕ほんまに好きなんでパッと行かしてもらいます、はい、三浦マイルドです。え、3番三浦マイルドですね。はあ、まあ何番がいいとかあんまりピンとこないですけど、はい、いや、ナイツさんの後にもう一回ピンかえっていうので、はい、で三浦マイルドのあの感じ、荒っぽい感じ、うん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 、そこを来てほしいなと思いますね。三浦マイルドさんの時間は何分ぐらい。三浦マイルドで10分ですね。はい、あの広島弁講座はもうぜひやっていただきたいですね。どっちかっていうと男好きの、あーかな、やっぱり交番になってますね。やっぱりそうなってしまいますかね。だからちょっと親子で来た子供とかが今、うん、はい、帰りたいんです。ママこれ面白くない。まあしょうがないですよ、鉄道寄せですから。
いや全然いいですよそれ。4番、はい、野球は4番はすごいですけど中盤ぐらいですかね、うん、どうしようかなって言ったらちょっと三浦マイルドなんてやから、うん、ちょっとねすいませんすごい師匠なんですけど、はい、ここで女性コンビで、うん、若い小杖みどり師匠、ね、めちゃくちゃいいですよ小杖みどり師匠、いいでしょここ で僕、ね、結構小杖師匠好きなんですよね、色気あるにてありません。いや僕みどり師匠一番タイプなんですよ。おお、いやもうほんまにあのずっと怒ってる感じ、小杖師匠のボケにずっと怒ってはるっていう、うんうんうん、あの怒り方がものすごいツボで、はあ、でみどり師匠で言わはることも粋なんですよ、うんうんうん、あのお年玉とかね、うんうん、お正月くれはったりするんですよ、うんうんうん、毎回言わはるんですけど、あ殻やで袋だけやでって言わはるんです。入ってんの入ってんのにいっちゃええボケやないですか、うん、からやでっていう。さあ前半の鳥ですね、はい、前半の鳥ですよ ね前半中入り中入り中入り休憩 なし10分だけ休憩入れます。はい、でここで大師匠という感じで、はい、愛し恋師匠いや BKB と同じステージ上がっていいんですかBKB トップで、はい、愛し恋師匠は、はい、テレビでしか見たことないんですけど、はい、僕らはギリギリあのご一緒させてもらったこと。ああそうですか。ええ、お二人でこうコンビで出ていかった時に愛し師匠はですね、うん、こう袖のとこまでこう杖をついて歩き合ったんです。で杖をマネージャーの人に渡し合ったんですね、うんうん、でそっから杖の時と同じスピードでマイク向かって歩いていかったからこれがプロ根性やっていうのと、プラスやっぱり僕もプロなんで、うん、いや杖いらんやんっていうのもありました、うん、大鳥でもいいと思うんですけど、まあうん、前半の鳥にしてここで一回もう師匠には早い時間に帰っていただいてみたいな、うん、ことですよね。ちょっとはいもう、うん、夜遅なったら申し訳ないし、夜遅い設定なのでってことですよね、はい、師匠にはね、うん、さあ後半戦だと6番目、はい、トップバッターそうですね、うん、6番目、やっぱりここでミニ新喜劇、はい、あここでミニ新喜劇が、はい、あこう幕開けた時にもう新喜劇のセットがなってるって、もうなってるんですよここで。なるほど、はい、あのセット転換もね中入りあの中入りのとこでやっていただいて15分なんですね。でこう15分ちょっとください。まずその新喜劇の座長、はい、ミニ新喜劇座長を決めさせていただいてもいいですか。はい、はいはいはい、寛平師匠にやっていただきたいんですよね。寛平師匠やっぱすごいんですよ。さんまさんとかやったらよういじられてってやるはるじゃないですか、でそのいじられ役も面白いし、あの島木さん島木ジョージさんとかをその新喜劇でいじる時の寛平さんもめちゃめちゃ面白いんですよね。両方できはるんで、だからすごい方やなっていう、まあ、子供の頃見てましたもんね。もう、そうでしょう。で新喜劇15分あって、はい、そこでまたセットの時間ちょっとかかっちゃいますよね。そこちょっとあれですよね、一回幕閉めますよね。はい、ですよね。前でパッとこう、うん、あの演芸をされる方ですね、はい、幕を閉めた状態で、はい、その前で7番目は幕の前でスポットライトになってやる、そうです、演芸をされる方、はいはい、そちらもいらっしゃいました。いらっしゃる、はい、はい、そうなんですよ、村上庄司さん庄司さん NGK 結構出はるんですよ。庄司さんって一人でお一人でやられる漫談をされるんですよ。でなんでか分かんないですけど、うん、村上庄司さんがネタをやらはる時だけ、うん、こう後ろあの黒いカーテン閉まるんですよ、うん、あもう普段からそうやられてるんです、ね、普段からそうなんです。全然じゃあ別に違和感ない、違和感ないんです。だから庄司師匠がそうネタやってはる時にそのセットをまた転換していただいて、うんうんうん、後半じゃあ3組8番目は、はい、いやーここですね、やっぱりそうやな、ランジャタイですかね。ランジャタイですね。ランジャタイ好きなんですよね。ランジャタイ好きなんですよ、うん、はい。伊藤くんの方って何もしてないじゃないですか。何もしてないです。あれはあれで、うん、なんか伊藤問題があるじゃないですか。はいはい、あれはいいですかやっぱ。僕は結構好きですね。あ、そうですか。ああいう役の人は、うんうん、俺からしたら腑に落ちないとか、2番目にランジャタイ変えていただきたいです。確かにそうですね。8番さんがさっきやっちゃってますもんね。庄司師匠もめっちゃ受けはるんで、はい、うわーって受けはった後やから、うん、変なことする人らがええからいいんですね、そこでなんか急に正統派みたいなやつ人よりも、よりもランジャタイ、はい、で、うん、9番目は9番目ね、そうですね、中川家さん。お鳥じゃないんだ。はい、中川家さんはでも絶対入ってくるだろうなと思ってましたけど、あそうです、ね、やっぱもう看板ですもんね。うん、そうですね、 NGK の、はい、何回見てもやっぱり笑ってまいりますから、笑っちゃいますよね、はい、なんか長尺もなんかもういくらでも足せるし、そうなんですよね、これじゃあ最後鳥ですよ。最後鳥です、はい、鳥前に一回ちょっとまた中入りで差し戻って、え
頭おかしいでしょ。一回その人のショーじゃないですよ、もう完全にセット転換がいるんですよ。あ、中谷さんで一回マグマって閉まるんですね。一個ちょっと閉まります、はい、分かりました。すいませんがちょっとだけ5分でいいんで。5分で、はい、で先ほどのミニ新喜劇と同じセットでいいんで、はいはい、新喜劇のセットにして、で最後はで最後はですね、花木京座長の新喜劇というのをやらせていただきたい。新喜劇2連発、はい、ミニとミニとちょっと長めの、うわーこれはすごい交番、はい、めっちゃ渋いっすね、はい、なんかロバートとか、なんかダウンダウンとか、なんかそういうのになるかなと思ったら全然違いましたこの内容。そうなんですよ、すごい渋い。いやー素晴らしい、なんか、はい、やっぱ花木京さんの新喜劇、そうですね、最後にもう結構たっぷりと、結構たっぷりやっぱり最後、はい、花木京さんにいろいろやっていただきたいなと思います。哲夫さんらしいなんかドリームライブ寄せになったんじゃないかなと思いますけど、ただこの YouTube の一発目の企画としては、あ、一発目なんですか、これ一発目の企画としては、リブラマイルドだけでも入れ替えましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。あの笑い飯さんの単独ライブの全国ツアーですよね、あの DVD が、はい、6月29日、はい、もうすぐですか、これ発売されるということで。あ、そうなんです。もう漫才何本ぐらいやってるんですか。漫才ね、うん、何本か10本ぐらいは、10本ぐらいやって、はい、収録されてると思います。で特典映像で浅草をいろいろ回ったり、あ、そうです、ナイツと対談もさせていただきましたけども、 やらせていただきまして、はい、ありがとうございます。笑い飯の漫才天国という DVD が発売されますんで、はい、すいません、絶対買ってください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。